うん、難しいですよ。どう、こんにちは。じゃあ、安いですね。うん、今から行く場所は何が一番有名なんですかね。なんかね、聞くところに行ったら林ライス。あ、林ライス。で、まあ、ラーメンとかも。まあ、昭和の味のラーメン。あ、そう、楽しみです。ビールがそんなないかもしれない。ああ、はい。ああ。こちら、こんにちは。じゃあ、敗北宣言ってありますよね。ですからこれまでの大統領とは違うんですよ。林ライス。ですけど敗北宣言する場合にやはりトランプ林ライスが有名なんです。はっきり言わないで、それと林ライスで一つの演説ってありますよね。でもう一人だけたこ焼きのおばちゃん役はこれこの2つ。まあ、もしかしたらこれは全体で言うと7、8割。信じて、そうなって言ってるどのくらいの温度。アメリカの温度はどうなんですか。そういうイメージがあるな。80年。懐かしいようなですね。うん、シンプルだ。安いですね。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。懐かしいですよ。どう。
分しないで結構珍しいですね。なんか違う感じですね。ドロッとしたような感じじゃなくて、またなんか違った感じで、なんか牛丼みたいな感じで。うん、これははい、というわけでご視聴お疲れ様でした。はい、今回はですね、岡山県備前市東片上にある、実践食堂さんにお邪魔させていただきました。はい、まあ、基本的には、その市役所関係の方からかなりの、人気を誇っているお店ということです。まあ、こちらなんですけど、以前はまた別の場所ですかね、30年前ぐらいにはそのまた違うなんか商業施設、最大級の商業施設で営業されてたという噂、話を聞きました。で、まあ現在に至るわけなんですけどね、まあ本当にこの周辺とか、いろいろ船着き場とかって昔かなり栄えたという感じになっております。はい、まあ、場所なんですけども、岡山県備前市東片上 23-8 となっております。営業時間が、お昼の11時から、15時30分で、夜の方が、夕方17時から、20時まで、やってます。定休日が、土曜日日曜日となっておりますので、お気をつけくださいませ。というわけで今回こんな感じでお知らせいたしました。また機会があればぜひ行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。